カキン TV Everyday。 ブンブンハロー YouTube。 どうもヒカキンとセキンです。はい、我々の職業といったらやっぱりこれ VTuber ですよね。我々やっぱりもう VTuber としてね、長年やってきてますからね。 ABCD の B ね、 AB の B、VTuber ですよ。皆さん YouTuber だと思ってますけど、我々 VTuber、 俺ら VTuber です。というわけで本日はこちら、VTuber マンチョコ120袋。わーお、120袋あるよ。すごい量だねこれ。そう、いやーすごいな。これついにね、この度ロッテさんから発売された VTuber マンチョコ、これさ似てるからわかるでしょ。すぐこれだから、びっくりマンですよね。そうだから、そのびっくりマンとかけてるわけですよ。ロッテ VTuber マンチョコ全24種キラキラシール入り。これなんか見たことあるよね。これスーパーセス、つうかはじめ社長の触覚もやしなんだけど。本当だ本当だ。なんかピローンって生えてる。社長って書いてある。そうだね。カード持ってるしと思ったら、なんか右上になんかこれなんかちょっと高青年っぽいてっちゃんがいるね。あ、これはまあどう見ても哲也だね、うん、で、え、なにこの緑のさ。この緑のちょっとなんか、なに緑のこのなんかハードボイルドなの。悪そうな感じのちょっとかっこいいハイドボルトのやつは、これセイキンですね。これはセイキンと思ったら、なんか上にちょっとこのクセッケのこのちょっと腹こ唇気味のこの、これはシェフロー、シェフローってことでね、僕らフーム所属の YouTuber がね24種ぐらい入ってんのかな。おーすごい ね。これ正直さ全然わかんないじゃん。あとあの自分のこのね、うん、キャラクターのデザインとかは、うん、何回も打ち合わせしてね、あの監修させていただいて、はい、はい、だけど他全員24人誰かっていうのは知らないんで。全然知らないよ俺。そうだから最高で今日この30袋入りの箱が、うん、4箱120袋あるんで、めちゃめちゃありますからねこれね。さすがに出る4種類ぐらい出るんだろう。出ると思うけどね。ね、じゃあ開けていきましょう。これを今日は開封していくわけですね。これね、チョコも美味しいから。はい、さあこれ一袋目で自分当てられるかって話よ。当たったらこれ奇跡だね。奇跡です。これ当てたらもうすごいよ。やばい、オーラを感じるかどうかだよ。数えていかなきゃね、2人で何袋開けたかっていうの。だから2ずつ増えていくってことだね。裏にラインナップがちょっと書いてある。見ないでいこう、見ないでいこうか。あー見ないでいこうか。書いてあんだ。いくよ、じゃあ一袋目開けるのもったいないね、ちょっとね。まあね、ゴー。まあまあまあ、まずはチョコを食べる。これですね、これが入ってるわけですからね。いやーすごい、やはりこれですよね。そう、これ、はい、これうまいんで、いただきます。いただきます。うん、おいおい、中にピーナッツ感感じるね。これやっぱね、ウェハースっていうのも軽く食べられるんですね。うん、今回これ、うん、これです、うん、あ、食べきれないから。確かに。まあもしかしたらあの、うん、20個ぐらいだったらいけるかもしれないけど、我々ももう年ですから。年ですからね。あのしっかりとしけないように、あまり無理するからですからね。はい、自分だけコーヒー飲んでんだよお前。ダメから入れました今。俺の分ないの。ないです。ないんかい。すいません。全部キラキラなのかな。キラキラシール。見ないでも俺持つよ。はい、見ないでも持ちました。いくよ。1枚目。せーの。オープン。え？誰？それ。はじめくんじゃないこれ。そうだわ。おお。すごいじゃん。来ましたね、いきなり。東海じゃん。うん。もうお前これ表紙のやつじゃん。それ表紙のまんまだね。主役やん。だから左手がスライムになってて、右手はまあ U って書いてあるけど、まあ某カードでしょうねこれは。某カードでしょうねこれ。U って書いてある。遊ぶって書いてあるの。うん、U カードでしょうね。なるほどね。でもやしのこれ触覚が生えてると。へえ。マントもこれスライムっぽいな。なんか本当だ。いいデザインですね。いいですね。はじめ社長。でなんかね、裏にはいろいろこうなんだろう、その今回の
キャラクターのなんかこう生い立ちとかコンセプトみたいなのがとか、まあプロフィール的なものですね、うん、書いてありますね。プロフィール書いてあります、はい、で私ヒカキン、なんだこれピンクのと思ったら岡崎オンエアだよ。岡崎は夢丸ですよ。夢丸結婚おめでとう。おめでとう。いきなり結婚したよ。いきなりだからツイッターで知ったからさ。急に夢丸結婚。それも動画もさ、結婚しましたとかじゃなくてさ、なんか普通の動画の中で入り込んでるんですよ。そう、まあいいや、はい。さすがね、としみつ。としみつ哲也、夢丸ですね。なるほどね。もしかしたら他のもいんのかな。いる可能性があるな。あるね。分かれて入ってるね。じゃあ次行こう。はい。俺それ気づいちゃったんだけどさ、うん、これさりげなくパッケージがさあ、違うの、もしかして。いや、2種類あんだよ、これ。おあのほうほら、ヒカちゃんゼウス、ほんとだ、セイキンいるやつと、こう、テツヤシルクロードバージョンとか分かれてる。あー、ほんとだ。で、これね、実はね、私気づいちゃったんですよ、うん、1回だけこのなんかね、打ち合わせで、うん、え、ちょっと待って、これは、え、どういうことっつって、うん、なんかね、これ誰っつって、それはじめくんじゃない。え、ってことはなんか2種類いるじゃんって言ったら、そうです、今回はじめさんは2種類います。はじめ社長、これ多分ね、そのパロディっていうか、あれだよね。なるほどね。ザ・はじめ社長だから、はじめんは2種類いるの。はじめん2種類いる。そうそうそう、最初これ、あれ、これはじめんここにいるって、これ誰ですか、これもはじめ社長。みたいな。こっちの方がまあなんかちょっとかっこいい感じになってるのかな、なんかそう、ね、キラキラしてる感じ。じゃあ行きましょう、うん、2袋目バイ、2枚目、せーの、ドーン。それ水たまりじゃない、これ水たまり。水たまりきたな。え、トミー太いな。トミーダイエットしてるから今もっとかっこいいよ。作ってた当時はもうちょっとあれだったのかね。あ、すげえ似てるな。でも髪がなんかさ、トミーなんかさ、実物よりすげえなんかさ、せこそうな顔してない。かなりせこいね、これは。ちょっと悪そうな顔してる。カンタはまあ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 、やんちゃそうかな。まあまあ、チャーハンやってんのね、これね。ね、これじゃキリタンポちゃんですね。超似てる、これ。キリタンポ、ね。マジ似てるんだけど、本人に。ポッポッポッって書いてある。本当だ。あ、めちゃ似てんじゃん。めちゃ似てる。あら、いいね。今んとこ被ってないよ。うん、次行こう。三袋目。三枚目、せーの、ドーン。おっと、これは。のそれボンボン TV。 あ、ボンボン TV だね、これね。こっちはオルタナチャンネルだ。オルタナだ。どうも、しめジャパンです。やってるわ。やってるわ。これやるだろ。やってる。それもなんか実物よりちょっと太ってるな。こんなに太ってたか。確かに、かなり太いな。これは太いな。顔がでかいな。ちゃんと T シャツもね、着てるね。あー、なるほどね。ボンボン TV、ドミちゃんがいますね。あ、はい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 、ドミちゃんね。なんかヨッチがね、実物より人格者っぽい。うん、実物はもうちょいね、なよなよしてます。もうちょっとなよなよしてますね。これはよく描けていますね。うん、ちょっと美化されましたね。あ。結構このペースでいくと結構これ楽かもしれない、ね。うん、全然なんか出てるよ。だってかぶってないよ。なんか優しそう。うん、全然かぶってない。だから箱買いすると結構揃うかもね。揃いやすいかもしれない。ガチ勢の方は、うん、ガチ勢だったらこれ箱買いしたら一気に揃うかも。一気に揃うかも、うん、ちょっと待って、なんか今ちょっとだけ字がいきます。はい、4枚目、はい、せーの、うん、お、これはマスオ TV。 マスオか。俺さ、ちょっとあれね、ちょっと一瞬だけヒカキンのなんちゃらって書いてあったから、うん、俺か、うん、兄ちゃんだと思ったの、ね。ああ、なるほどね。マスオ TV じゃないか。我らがマスオ。そしてこれ東海だね。芝優とか。あ、来ました、東海。僕のも東海ですね。涼&芝優&虫眼鏡。やっぱり分かるじゃない、サンサンでね。そうだね、これ芝優、うん、と虫眼鏡超似てるな。似てる。涼くんもまあ似てるよ。涼くんは若干のしゃくれが感じられるけど。涼くんがね、しゃくれしまってるね。でもいいね、なんか。いや、でも似てると思うよ。義乳特選隊感だねっていう感じの、なんか体勢がすごいけど。いいね。うわ似てる。まあ、これいいね、これ当たり感がすごいな、これ。マスオでーす。大当たりです。かなりマスオでーす。じゃあ、そう。M って書いてある。わかりやすい。マジンブーみたいな。よし、爽やかな色だな。さあ、5枚目。あれ？今でも1個も被ってないから、8種類。もうめちゃめちゃ。いや、でも、スムーズですよ、これ。24種類だからな。いきます、5枚目。せーの、ドーン。ん？お、これは、これは。それはまさか。YouTube 三つ秋ヒューヒュージャスティン。
瀬戸康史ハンダ付けライブそうだよ一世を風靡したあのおじさんもうパソコン作ってるからねパソコン作ってますで僕の方は夕闇にいざないし漆黒のエンジェルおお夕闇ですね夕闇バンドやってます、はい、どうしたん視聴者を困惑させ続ける謎のおじさんいきなり休むからなあの人そうそうそうえでも頑張ってる最近ね最近またちょっと消えかけてるんだけどでもいきなり復活するんで大丈夫です大丈夫です多分大丈夫です、はい、書いてあるわいきなり長い冬眠期間が必ず復活する気長に待ってブーンって書いてあるまあでも素直でいいですけどねいやー素晴らしいね無理しない瀬戸さんらしいですね、はいはい、6枚目、はい、せーのブーブーブーかぶっためっちゃかぶってきてるんじゃんこれマスオ TV こっち夕闇あめっちゃかぶってきたやばいここからだよこっからですよ始まっちまった、うん、ここからループに入る可能性があるねつうかさ、うん、我々稲垣だ独自レアかもしれないよレアだ絞ってんな絞ってるよ、うん、まあ嬉しいような悲しいような複雑な心境だよ、うん、7枚目せーのおこれはシルクロードあれそしたら宇田元基じゃんこれおフィッシャーズがかなりフィッシャーズ揃ったねシルクこれあれだね歌舞伎みたいな格好してんのかなしてるじゃんねでもね確かにそっかそっかしてるな元基がちょっとなんかヤンキー感が出てるダホはまあねあまあいつもっぽい感じいつもっぽい感じで、うんうん、まあこれも可愛らしい感じでね、うん、紫だ、うん、8枚目せーの打ち切りたんぽちゃんかぶったあかぶってるうんあこれはヤフウェイ先生じゃんヤフウェイ先生じゃんトツだフラベジだフラベジということになりますフラベジとかね、はい、かっこはじめ社長の畑となってます、ね、の頃に作れ始めたの頃に作ったんですね現フラベジ現フラベジっていう名前だったんですねよし9枚目せーのはいおわついに来てしまった俺オルタナチャンネルかぶったこれは皆さん来ましたよ See you, see you, see you, see you See you, see you, see you, see you See you next time ってことで来ましたね来たーセキン TV あーセキン TV 間違うわセキンミュージーお前間違えんなよセキンミュージーあーセキン TV ウォーイエーそうですよ来ましたよセキンサングラスで魔族を脱皮した魔性だねサングラスで魔性を脱皮した最近ブラックゼウスは音楽を奏でながら飛翔し続けるゴッドかデビルなんかいいやつか悪いやつか分かんないんこれでもあの今回あの実はブラックゼウスとコラボそうなんだよねこう本当にこういうキャラなんだよねもともと本物のやっぱブラックゼウスっていうキャラクターがいて、うん、まあありがたいことにそのブラックゼウスっぽくなってるんですね、うん、これかなりそれっぽくなってるからねじゃあちょっとそろそろ私、うん、出ないとちょっとマジで困るんだろう、うん、10袋目10せーのうーおおこれは来たこれはうんかカズですヒカキンくんねへえすごいねって感じでフグイのカズですもうあの何ブルドーザーみたいなの運転してますからもうブルドーザー買っちゃってるからねあの人はねすごいんですよねいいよねすごいよカズさんいい家建てたしねあうん石川の問題児紙一重 YouTuber 桐崎くんですねやんちゃでいつも紙一重のところに行って紙一重ですねかなり心配しております心配しておりますでも彼の魅力はそこですそうですね、はい、頑張っておりますね頑張ってください、はい11枚目、はい、せーのあれ全然かぶってないなこれもはい、はい、あこっちフィッシャーズだマサイ&ザカオ&ダーマおーおーこれでフィッシャーズ全員出たかな出たんじゃないかな出たね、うん、だから3枚に分かれてるのかなそういうことねまあ1個に乗せるともうちっちゃくなっちゃうちっちゃくなっちゃうメンバーがたくさんいますからねこちらはナナコさんですねはい来ましたねナナコさんのねあのホワイトニングの動画好きですホワイトニング、うん、海外のあのシートのやつこう白く歯を白くするそうホワイトニング皆さんホワイト18種類出てるあれあと6種類じゃん
18周年も出たもん。出たよ、すごいじゃん。え、めちゃめちゃ出てんじゃん。これいけるな。かなり優しいよこれ。ヒカキンはヒカキンまだ出てないもんね。出てないよ。12枚目、うん、ゴー。デカキンだよ。デカキンこっちはじめ社長だね。これはじめ社長も同じデザインのものですね。だからそうだね、株が出てない。出てない。被ったね、こっちは。俺さ、一瞬さ、もう最近俺太ってきてるから俺、俺かと思ったんだけど。俺ちっちゃいから、この顔面モニター。確かにね。俺も来た。あ、ちげえわ。肉とご飯食ってる。似てるわ。似てるわ。あ、確かにね。かなり似てる。似てますね。はい、はい。北海道出身。13。せーの。おい。お、アバンティーズそれ。いや、両方かぶってない。かぶってない。これアバンティーズだ。すごい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 。え、来ましたね。あ、ユキリンのだ。ユキリンでさ、アバンティーズ。リクオ、See you next time になってるから。リクオ似てるな。リクオ、リクオがそっくりだね、なんか。リクオそっくりだね。特徴取りやすいんだ。ユキリンのはね、似てる。うんうん、似てる。かわいい感じ。国立大学出身の。よし、ちょっと待って、20種類出てる。あと4種類20だね、もう今。そのうちさ、1枚俺でさ、もう1枚、あの、なんかはじめんパート2みたいなやつじゃん。はじめんパート2それ除くとあと2種類ぐらいってことだね、うん、よし、これ最後までヒカキン出ない説がこれ これはなんでだよ。激レア。まあでも動画的にはいいけどね、一発目で出ちゃったらなんかもう、まあ確かに、ね、出ちゃったとかね。14枚目かな。うん、せーの、あ、かぶってる、かぶってる、やばい。ナナコさんとオルタナですね。かぶりましたね。はい、オルタナ率が高いの。オルタナ1枚いっぱい出てるぞ。おお、3枚目かな。お互い15、15で30、うん、30いきます、はい、せーの、うっ、あ、来た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 来ました来ました。はじめんパート2。どっちがパート2なのか知らないんだけど、多分そっちで、だってこっちパッケージなんだもん。あ、そっちもかな。でも、うん、これがあれで多分コラボデザインっていうか、そうそうそう、なんかのあの、結構これ見たことあるぞ。あ、ロココだ。ヘッドロココ。ヘッドロココとヘッドロココラボ。うわー、はじめん、はじめん、ナンバー2、パート2だ。なんでナンバー1？俺多分1だな、これ。俺ナンバー1とかあんま知らなかったけど。ああ、普通のはじめ社長はほらナンバー9、ナンバー9ですよ、もやしの方は。ああ、ヒカキンナンバー1の可能性高いね。高いよ、多分かなり高いね。すいません、なんか待って、そろそろ来んじゃない。あと3種類か。今21種類出てる。多分そう、うん、多分16。せーの、かぶってますね。ボンボンと、これはかぶってるね。こっち東海だね。はい、17。せーの、かぶってきてますね。キリタポちゃんですね。はい、狙ってるよね、瀬戸さん。18。せーの、あ、出ないもんだね。福井のカズさんとボンボン、ボンボンですね。19、せーの、うい、うわー、マスオの呪いだ。マスオ、マスオでーす。マスオ、うわー、来たってか。ここに来て集中してきたな。でもね、面白いね。初めて同じのが出たね。やはり新潟県のなんかビビビッときちゃったようですね。噂、鍼灸師の国家資格を持つとか。事実です。これ事実ですからね。噂っていうかね、針とか整体とかできますからね。はい、いきます。20、せーの、うわ、おー、かぶりましたね。瀬戸さんもう4枚目ぐらいだろこれ。瀬戸さん来てるね。かぶってきたぞ。いきます。21、せーの、うわ、夕闇と夕闇だ。やべ、かぶってる。そりゃ確率的にかぶるよな。22、せーの、うん、シルクと水たまり。あ、これ水たまりね。一緒だ。え、これどうなってんの。え、だからさ、大体ほら最後あと数種類になるときつくなるんだよ。まあそうだね。23、はい、せーの、うん、おー、一瞬前かと思ったけどやっぱりでかきやない。24、せーの、ボンボン切り裂き、切り裂きボンボンだな。25、うん、せーの、うっ、おっと、女性が揃いましたね。七子さん、ゆきりぬ、うん、入れ忘れたとかじゃないよ。工場で連絡来るかもしれない。すいません、すいません、プリントし忘れてましたみたいな。
ばいな、26、はい、せーの、うおー27、うん、せーの、スペシャルゴールデンだ。めちゃめちゃゴールデンだな。そう、これね、あのね、スーパーゼウスって言ったら有名なんだけど、スーパーゼウスだよ。実はね、その左手がね、あの猫っぽくしてなってんだね。こうなってるんですよ。本当はこう、なんか本物は違うんだろうね。違うんですよ。でもこの杖は本物。うおおおおタナチトマホ君って書いてある。おこれも当たってない。当たってない。一生俺が出たことに喜びすぎてなかった。おおってフラベジだ。フラベジ。あ、タナッチか。ああ、似てんね、タナッチ。やったー。来たねー。え、あと一種類じゃん。誰だ誰なんだ。誰だ。あえて見ないでやってるから、バレる。誰だ。全能の神、ヒカキンゼウスは動画界で走り続けるオールマイティの切り札なのだ。これなんか一瞬よく意味わかんないと思うんだけど、本当のゼウスの言葉かなりそのままにした。なるほどね。だからそう、本物のゼウスのちょっとパロディっぽくなってるというかね。そう、そのプロフィールがそういう風に書いてある。あえて、はい、動画界のキングはスーパーゼウスと無敵コラボ、ありがとうございます。あと1種類だからね。あと1種類。これさ、もし全部当たっちゃってんのにまだ続けてたら地獄だよな。もう出てますよ全部みたいな。ないよね。まあまあ一応、いや絶対出てないはず。誰が最後しぶとい。このユーチューバーしぶとく生き残るな。誰だ。いきます、はい、せーの、うん、おおきゃ最近29、はい、せーの、うん、どうぞ。あ、二人とも一箱終了。60ってことだよ。これでこれで60、60ですよ。だから結構なんだろう、いつもさ我々チョコエッグとかやるじゃん、うんうん、だいたいそんくらいの確率に差し掛かってきてる。70、俺だいたい70、80開けないと当たんないから、ね、そうなんだよね。シークレットとかなかなか。これで出てくれたら嬉しいね。これは出てほしい。いよいよ次3箱目に突入してくるからな。30袋目、うん、計60、せーの、うん、え、あれ何それ。え、 あ、マサイ坂王ダン出てるわ。あれ数えてみる。確認した方がいいかもしれない。いや多分でも出てないと思う。ちゃんと数えて。24種類出てたら超ウケるけど。23 数えよう、マジで。今気づいたんですけど、うん、よく考えると、となんかフィッシャーズが3種、うん、東海2種、東海2種類かな、うん、はじめ2種、はじめ2種って考えると、あれやっぱ1枚足んなくね。ラベジだ。出てるわ。あれ、あ、ってことは俺が最後だったってことの可能性がある。あ、俺とフラベジでもうあれ揃ってんじゃん。あそこで確定したのか全部。あ、でもよかった、気づけたから開けんくて済んだ次のやつ。うん、あ、ってことはすっげえ気持ちいいじゃん終わり方。これすごくない。これ検証結果、はいはい、やべ、うわー、気づいてたらあれでダーって終わってたのにさ、うん、あと誰だよ。もう来ちゃったよ。出てたってことですね。でもあれあともうほんとちょっとではあったよね。かなり最後の方でしょ。だよね。ってことはまあでも二人合わせて55袋くらいでほとんど当たってたのかな。当たったかなっていう感じで、ね、はい、でもまあ切りのいいとこで言うと30袋入りの1箱が2つで、2箱60袋くらいで僕らはコンプできました。コンプだね。というわけで当たったシール全て並べるとこんな感じ。わーお、24種類キラ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 。いやでも1枚しか出てないのって俺、うん、そうだね。一番出たのは誰なんだろう。マスオ TV の可能性。マスオ TV かなり出てる。はい、こんな感じでございました。はい、この度はすいません、マスオ TV が一番入ってます。これマスオ TV 4枚入ってました。ダントツで優勝です。おめでとう。おめでとう。おめでとう。で、あとまあでも3枚の人はもういっぱいいて、まあ右、こっちの範囲、こっちから来てるんでね、ピーって来てて、こう来て、こっから極端に少なくなって。少ないね。はい。この辺ですね、レアなの。まあレアっていうか多分たまたまなんだよね、これ。たまたまだよね。多分。それで言うと、1枚しか出なかったのは、ヒカキン、
はじめしゃちょーのヘッドロゴがはじめしゃちょー、うん、んだほもときですね。1枚ずつ、あくまでね、これは本当に運だと思うんで。まあそうだね。皆さんもぜひ好きな人のね、あのシール狙って買ってみてください。はい、キラキラです。はーい、というわけで VTuber マンチョコまあ Amazon でもね、あの、はい、売ってますし、あのコンビニとかね、スーパーでも多分売ってると思うので、ぜひぜひお近くのお店探してみてください。はい、お願いします。で、一応ね、Amazon の販売ページのリンク、動画の説明欄に載せておきます、うん、はい、この動画、もしよければ評価、グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキン TV、そしてセイキン TV のチャンネル登録もぜひ。その他、僕ら SNS もやってますので、Twitter やインスタなど動画の説明欄からフォローもお待ちしております、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポン、バイ、 See you next time。 ボンボン TV1 枚重なってました。マスオ TV と同率1位でした。ダーラク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 。